行きましょう。はい、はい、ということで渋山姫神社さんです。うん、俺、ひしゃくがねえな。ひしゃくがないぞ。ああ、ひしゃくはないけどやれるようにはなってんだな。結構すごいですね、やっぱり、うん、木が立派です。木がすごいよ、うん、なんだろう、なんかイベントことあるのかな。別に俺が呼ばれてるわけじゃないよね。比較的あれなのかな、屋根まだ銅板張り替えたばっかりなのかな。まだちょっと綺麗だよね。これがほら古びてくると緑色になってくるでしょ。どこだっけ、あのほら島並の 大山積神社か、あそこのがすげえ金ピカだったでしょ。あれが多少時間経つとこうなるんでしょう。うん、またなんか狛犬さんがちょっとかっこいいっすね、うん、なかなかイケメンじゃないですか。うん、ちょっとかっこいいっすよ。キリッとしたいい表情されてます、うんうん、まあ多少時間あるし、うん、うん、別に大丈夫でしょう。あ、なんかいる、馬だ。この感じですね。今書いてある、ね、城山さんの審判書いてある、ね。
え、これタッチパネルな。あ、本当だ。なんか宣伝も CM 挟んでるんですね、ちゃんと。うん、なかなかのパワースポットらしいですよ、全国的に見ても。城山姫神社の大ケヤキって書いてありますね、あそこ。よし、じゃあお参り済ませましょうか。うん、あれなんだっけ、あの屋根の形が、これ多分あの女の神様だっけか、これは。で、あのクロスになってんのが男の神様だよね、確か。エックスってなってるのは。はい、ということで城山姫神社さんでした。